とんでもない商品が出てしまった。回し車、今このももさんとかまめたが使ってるこのサイレントホイールっていうものについに新型が出ちゃったんですね。あのサイレントホイールフラットというものなんですけど、こちらがサイレントホイールフラット25、これまめたが使ってるサイズのものの新型バージョン。あれでこっちがフラット30、これはももさんが使ってる30の新型バージョンですね。内容物はこのホイール本体と、あとはこのベアリング機構付きのもうケージに留める部分と、あとこれあれですね、スタンドですね。スタンドは多分こうやって付けると思います。こうやって、でこれで締めると。でここにあのケージのあの網網あるじゃないですか、網網がここにはまるみたいな感じですね。ここになんかあのはまる部分があるんで、これをはめます。こうはめてからくるってやるとカチッってなるんで、これでもう完了です。あーでも結構かなり静かだぞ。かなり静かな気がする。はい、せっかくなので今まで買ったサイレントホイールたちを並べてみました。後ろにあるのが昔のサイレントホイールで、あとももさんの方にも昔のサイレントホイールが1個ついてます。で手前の2つが今回新しく買ったサイレントホイールフラットというものです。で改めて説明すると、サイレントホイールっていうのはあの参考紹介さんっていうところから出ている回し車ですね。小動物用の回し車になります。で回し車っていろんな種類があると思うんですけれども、僕個人的には、まあ、シマリスに限って言えばこのサイレントホイールシリーズがあの最も安全かなと思っている部類のものになります。なんかすごい嫌だな。で今回のこのサイレントホイールの特徴としては、まずここがなくなってること、あのこれですね、この黄色いやつ。これがなくなるとどういういいことがあるかっていうと、体が大きい動物とかはここに背中が当たっちゃうみたいな問題があったらしいんですね。なのでまずそれが防止できるっていうこと、もう完全にないですから防止できるっていうのと、まあそれはシマリスはあんまり気にすることないかなと思うんですけど、シマリスも一応気にして走ってんのかな。シマリスで言うとこの黄色い部分って結構かじられるんですよね。わかりますかね。こっちじゃわかんない。こっちの方がわかるかな。結構傷ついてる人、これかじってるんですよ。かじられるのがちょっと嫌なんですよね。人工物ですから。っていう問題がありました。で、あとは、この隙間からちょっと見えたら嬉しいんですけど、あの、回転してるベアリングっていうのが結構径が小さいんですね。なのでここにあのガイドのベアリングみたいなのがさらについてるんですけど、径が小さいんでガタつくことがあったんですよ。なのでサイレントホイールといえども結構サイレントじゃないみたいなことがまあ多々ありまして、でそれが今回はもうほら完全にでっかいでしょ。わかんないですね。あ、今分解しました。でこっちがサイレントホイールのベアリング、ほらもうこんなちっちゃい、こんなちっちゃいんで、であと相手側もここですね、ここにはまって固定されてたんで、あのいくらここでガイドされてたとしても多少ブレるんですよね、ここが細いから。一方こっちの方はもうこの回転する部分が結構でかいんですよ。もうこんなにあるでしょ。だからそのブレがちょっと抑えられて結果的に静かになるはず。まあそんなことが箱に書いてありました。じゃあちょっと奥行きが深くな、広くなったらしいので、ちょっとそれも比較してみましょうかね。あのこっちが
サイレント、昔のサイレントホイール。こっちが新しいサイレントホイール。あ、もうこの時点でちょっと違うかな。ちょっとひっくり返して高さ比べてみます。一緒じゃね？一緒に見えるんだけど。まあ、シマリスに関してはこれだけ奥行きがあれば十分なので、ちょっとあの気にしないでおきましょうかね。他の内部構造はあんまり変わらないですね、基本的には。はい、あとはこの中を掃除するときにここを外したりするんですよね。たまに外してここも掃除したりするんですけど、それがめちゃくちゃやりやすくなりました。何にもないから、そういう利点がありますね。なのでシマリスに限った話で言うと、このサイレントホイールのいいところとしては、まずここをかじられないっていうこと中心ですね。かじられないということと、中の掃除が楽になるっていうところで、あとはちょっとこれから試すんですけれども、音がより静かになってたらいいかなっていう、この3点ぐらいですかね。じゃあ早速取り付けて試してみましょうかね。はい、とりあえずマメタのケージにつけました。見た目はほぼ変わんないですね。もう真ん中のあれがないぐらい。はい、ちょっと試しにマメタでどれだけ静かになったか見てみようと思います。かなり静かになったんで、あ、ごめんね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 。かなり静かになった方なんじゃないかなと僕は思ってます。もちろん、その新品だからじゃないのとかっていうところはあると思うんですけれども、あとは前のサイレントホイールが、ちょっと組み付けが悪くて音が鳴りやすかったんじゃないのとか、いろいろ要因はもしかしたら考えられるかもしれませんけれども、でもそれでも結構静かな方かなと僕は思ってます。ちなみに1ヶ月ぐらい前に動画上げたと思うんですけど、マメタのサイレントホイではもう1ヶ月前に新しい新品のものに変えたばっかりなんですよね。なので、その使い、確かに1ヶ月間の差はありますけど、そんななんか音に影響があるぐらいの差は出てないと思うので、老朽化というかないと思うので、本当に静かになったんじゃないかなと僕は思います。見えないんだけど、もう。ちょっと気になったんですけど、もしかしたらシマリスはこの飛び出てる三角のこの樹脂あるじゃないですか、これをかじっちゃうかもしれないですね。ちょっとここは要経過観察っていうようなところかなと思います。これ取れるのかな、ちょっと外して確認してみたんですけど、これはもう取れそうにないです。この金網を止めるこのネジの部分あるじゃないですか、これはもう一体化になってるんですね、この成形品が。なのでここは決壊すると、もうなんかすごい鋭利なものになってしまう可能性があるかなと思ってるので、ちょっとここは様子を見ながら、もしあれだったらなんか切断するとか、結構大変そうですけど、考えなきゃいけないかなと思ってます。で、回し車がうるさいとかっていうのはもう完全に人間の都合なので、そこは我慢すればいいかなと思うんですけど、2匹とか飼ってる場合は、例えばマメタが結構激しく回してて
激しく回してて、その音でももさんがちょっとイライラするみたいなところはあるかなと思うので、2匹飼ってる多頭飼いしてる方には結構おすすめかなと思います。で、僕のチャンネルは最近見てくれる方がものすごく増えて大変ありがたいんですけれども、でそれに合わせて結構可愛い動画とか面白い動画っていうのをちょっと重点的に上げてきたんですけれども、たまにはこういうあのシマリスに関する情報とか飼い方、あとこういうペット用品とかっていうものも紹介したりしていますので、シマリスなんて飼うつもりもないし、ただ単に可愛い ところを見たいっていう方に関してはちょっと退屈かもしれないですけど、たまにはこういう動画も開けますよっていうところを一応あらかじめ言っておきたいなと思います。はい、本日はこんなところで終わりにしようかなと思います。もしよろしければチャンネル登録とか高評価ボタンを押していただけるとすごくありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。でも本当に静かになったと思う。